谷本こんにちは。墓石情報来たはずなのに誰にも相手されてない。はい、ということでね、今回も動画撮っていくんですけども、今回ですね、まあ、前回バランス調整が来ましたということで、前回というかね、今シーズンからね、バランス調整が来たんですけども、まあ、これね、見た感じ、まあ、テスラ・ボムタワーはまあまあいるじゃないですか。まあ、普通に強いし。で、エレジェンもちらほらいる。で、ボンバーもちらほらいる。ドリルはま、消えたね。消えたけど、まあ、これは下方だから、ま、いいとして。で、まあ、ロイジャイアントはチャラッといる。で、タックネもチラッといる。ロイホグ強くなりましたよね。で、縦線も、まあ、ちらほらいるかな。まあ、みんな動画上げたりしてますね。スケルトンの枠は縦線にしたりとか、やったりしてて。で、ポイズンも、まあまあまあ。で、ハンターもいます。で、ファイスピも、まあ、いると。で、墓石飛ばして、マズネカね、まあ、結局強いじゃないですか。で、雪玉も、まあ、ザップの枠雪玉にしてみたりとかね。スペルの枠が雪玉になることが多くなってきた。で、ゴブリンも、まあ、そのボムバルのね、動画とか、見る感じ、ゴブ語りやってる方が多い。的な感じってな感じで、結構ね、バランス調整来たカードたちが、割とね、使われているんですよ。まあ、ドリルは除いてね、これは下方なん、情報修正来たユニットは、まあね、全部使われてるはずなんですよ。なのに、このね、この墓石、スキルトの召喚、破壊時プラス1、この誰得だよお前それっていうような修正を、情報修正受けたね、この墓石ちゃんがね、まあまあまあ、ちょっとかわいそうじゃないかということで、今日はね、この墓石を救う動画をね、撮っていきたいと思います。で、3つデッキ用意しました。まずね、遅延スケラ、まあこれは安牌でしょ。まあ、レベル12なんだけど、レベル上げたいとは思わないんでね。で、次、このね、僕が作ったんですけども、巨助バルーンですね。まあ、ワンチャン強そう、普通に。まあ、遅延とね、もうやっぱ墓石って3コストで、まあ、施設ということで、ただね、火力とか別に大砲とかでよくねってなっちゃうし、空攻撃できないからね。で、そうなんですけど、まあ、スケルトンが出るっていうことで、まあ、対空とね、セットで使うとが強いかなっていう。まあ、ラバでもよかったんですけど、ラバだと安牌すぎるなってことで。で、もう一個が、これですね。この新鋭隊ロイホグ。もうセパレートデッキにぶち込んでみたということで。まずね、これでやっていきたいと思います。まずこの新鋭隊ロイホグからいこうか。さあ、レッツゴー。いや、俺はこの動画で墓石を救うよ。マジさ、今シーズン当たったの1回ぐらいですからね、まだ。みんなどうですか？結構当たってます？もう初手ロイホグいきます。OK、かぶった。なんか出してくれ。うおっと、これは熱いよ。これ、墓石強いんじゃないですか？プリンスとかにはね、多分強いはずなんでね。これで瞬殺とかされたら話なんないんですけど。いや、墓石強いよ。これ、やばい。来てる。説立証じゃない、これ。ああ、待って。おう。まあ、これは、その、レベル差的なね、ものもあると思うんで、まあ、嘘関係ないけど、今のは、まあ、しゃあなしですね。相手が、スペルが、雪ウッドか、ニスペですね。珍しい。の穴っぽいかな？これは。そうですね。これ、新鋭隊で拾っていきましょう。で、これ、3-1 とかで分けたいですね。いや、こっちでいいな。全部こっちでいいや。さあ、これが相手きついんじゃないでしょうか。まあ、雪打つけど、このね、あれで、これでいい感じに入ってくんねえかな。頼む。おし、新鋭隊強い。ちょっと待って、墓石お前活躍しろって。墓石強い場面ないぞ、今のところ。まあ、そりゃそうか。いや、ここで生きてくんじゃない？これさ、ジャイから行くタゲ。うわ、出たよ、これさ。これマジでよくわかんないっすよね、このタゲ。これね、俺と同じ意見の人いると思う。このタゲよくわかんなすぎるよな。ああ、マジでそれやばい。終わった。これ終わりましたね。守れないんで、絶対に。まあまあまあ、ここはね、低めでアウトローで全部受けていきましょう。こんな感じで出してあげて、アウトローがね、やられない感じで出すことによって、OK、完璧。これでね、両サイドにカウンターの形組めるんで、いやー、どっちかを確実に落としていかないと、まずそうですね。これ一旦新鋭隊挟んで、いやー、ガチか、間に合わないか。ただ、これ。いや、待って、それ強すぎる。それガチ強い。おい、そのニスペ強すぎるって。勘弁してくれよ、マジで。待ってくれ。ちょ、これ、ウッドがずるい。マジ、墓石活躍しねえって。さあ、耐えた。いや、まだある。いや、これ、マザネクじゃねえな。俺のデッキセンスがないかも。マザネクセンスねえわ、多分。さあ、これは、
まず一旦ウッドでプリンスを剥がして、いや、ガチか、雪玉これで。ファイブレ吹き飛ばして、ワンチャン、いや、ちょ、さ、そのさ、その、いや、俺思ったよ。その2スピマジずるくない？あー、これね、マザネクじゃないな。マザネクの枠を何にしよっかな。うわー、これ墓石頑張れ。ちょっと待って。いや、これはちょっとひどくない？ポイズンだし。ほら、ウッドもあるっていう。ちょっとね、そこは。ちょっとやりますね。ちょっと何してみようか。いや、まあ。いや、ザッているんでね。いや、ちょっと難しいですね。どうしようか。いいと。いいと。さあ、行きましょう。空を捨てたデッキ。もう陸ゴリゴリで行こう。あ、待って。デッキ変えんの捨てた。まあ、いっか。よし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 。いや、アイスピうざい。ちょ、なんなんその、ディガー多くね？うざいな。さあさあさあ、この墓石がね。え、なんでこんなポイズン、あやってねえだろ、別に。こんな引くことあるか？またあのポイかな。まあ、一旦深淵体制パッといて、これザッピーか、いや、これエリババ突っ込みたくね？いや、ロイホグか？一旦ロイホグか？ポイズン切ってる、一旦ロイホグ行こう。うわ、ガチか、そういう感じか。いや、完璧！エルキか、なんかデッキ似てね、さっきの人と。こういうデッキが流行ってるんですかね、もしかしたら。いや、親衛隊が強いけど、全然刺さんねえな。マジかよ。そんな通んないもん。これディガー来たらエリババで。これ相手結構ね、エリクサないはずなんで、このエリババ厄介だと思いますね。で、ファイブ、あの、スケルトンとか切ってるから、あー、バルキリーいたわ、そういえば。あー、回ったんか。いや、ここ墓石活躍するんじゃない？さあ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 。オッケーオッケーオッケー、いいぞいいぞいいぞ、頑張れ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 、もう一回出てきちゃう、もう一回出てきちゃう、もう一回出てきちゃう。なんぞ、ウッドがさ、当たんの、こんなに。いや、ついてえ。え、マジで、ウッド当たりたくないんだよな。ウッドやめてほしいですね。いや、これどうしよっかな。これマジでさ、突破できなくない？俺。クスケ、アイスピー？あー、なるほどね。回ったんだ。お、これは豚結構入るよ。多分。いいね、いいね。オッケー、エリキ咲いた。え、でかい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 。めっちゃいってる、めっちゃいってる。ここでアウトローセパって、で、ザッピーもセパって、これ端前で新エタ行きたいですね。いや、絶対行きたい、絶対行きたい、ここ。行きたすぎる。行きたすぎる、これは。で、ロイホグも行っちゃって。これ行ったでしょ。来た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 。相手絶対地獄ですね、このセパレート。このセパレートは絶対地獄。めちゃめちゃうざいはず。オッケー。来たでしょ、これ。いや、全然通んねえ。マジかよ、これ。本当に？それ。いや、それマジ？こんな通んないもん。え、待って、こんな通んないもんか。テスラが強いのか。いや、ファイブをまだ隠し持ってるんで、どっかのタイミングで、テスラと、あの、バルキリーまとめて、バルキリーとかエレキとかまとめてファイブでぶっ飛ばしたいですね。これワンチャン、あれ来る。オッケー、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 来ると思った、来ると思った、絶対来ると思った。いや、これね、一旦ね、この辺でね、処理していくのが大事だと思う、俺は。いや、ここでしょ、ここで、多分、この辺で、テスラが来るはずだから、なんで来ないの？ねえ、待って、マジで言ってんの、それ。え、全然通んねえんだけど、マジかよ、これ。ビビるぐらい通んねえじゃん。レスケか。いや、待って、なんでこんな通んないもん？オッケー、それ切ったら、いやー、いい、いい、結構効いてる、結構効いてる。これ相手うざいはず。エレキ、強い。ちょっと待って、ロイフ頑張れ、お前。やばい。めっちゃ入ってる、めっちゃ入ってる。オッケー、オッケー、オッケー。いいぞ、いいぞ、いいぞ、いいぞ。逆転したぞ。ここ一旦落ち着こう。一旦落ち着いて後ろから行こう。まだ焦る必要はない。このね、ラストの攻めで、ここで決めればいける。ガチ、それ。はい、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 はい。相手は絶対に、
こっちにバルキリー咲きたいはずなんだよね。そんなことねえのか。いや、物量でしょ、こうなったら。もう知らないけど。いけ。攻めろ、攻めろ、攻めろ。来た。宝石強い。宝石のおかげだ、これは。よっしゃ、オッケー。てな感じでね、よし。俺は宝石救ったぞ。宝石今あんま出してないけどね。さあ、行きましょう。遅延スケラーはもうね、もうほぼテンプレだから。まあ今、基本はね、ベースはボブターだけど、まああんま変わんないでしょ。いや、ワンチャン遅延スケラ使うなら、この墓石の方がいい説はある。なんでかっていうとね、やっぱ遅延スケラって、その、なんだ?なんていうの ?3 コストの施設プラストルネの守りが強いんですよ。全然超カミカミだけど、守りが強いんですよ。やばい。お前、絶対にやられんなよ。オッケー。あー、なるほど。オッケー、おいしい。いや、これワンチャンポイズンって、いやー、まあ。たぶん、オッケー。いや、これ、枯渇めっちゃ相性良さそうだね。まあ、ちょっと特殊な枯渇だけど。いや、これ相手びっくりしてますね。これ、なんだこのデッキはって言ってるぞ、今のところ?さあ。うわー、なんだそのデッキは、俺が言いたかった。マジか。ブーメラン来たわ。やるな、そのデッキはなんや。墓石強くね?スパーキーに対して。いや、マジで超強い。墓石マジで超強い気がする。けど、これ、やばいな。これ何がやばいって。あ、いい。オッケー。相手やらめ縛ったぞ。オッケー。おー、いいぞ。ちょ、メガライト硬くね?なんでそんな溶けないの?なんかずっと残ってんだけど。オッケー、墓石強い。オッケー。いいぞ。今のところいいぞ。大活躍中だ、お前。よくやってるぞ。ナイスすぎる。なんでバレル入ってんだ、これ。いや、墓石が大活躍中ですね。素晴らしい。いや、これさ、スパーキー行くとき、同サイドに行くか、逆サイドに行くか、同サイド、逆だな。逆行きます。多分来るでしょ。オッケー、来た、かぶった。これきついべ。ギャング来たら、トレネで引っ張って、いやー、紙トレネ来た。えぐい、これは。そう、いけ、ぶささされ。いや、めっちゃいい。いや、ここでの墓石ね。マジ強いでしょ、これ。あ、待って、これミスった。溜まっちゃう、ユニット。あ、ちょっと待って。違う。それ違う。裏。あー、まあ。あ、いいんじゃないですか。あ、まあ、いいんじゃない。いいんじゃない?やばい、これマジ強い。墓石が超強いかもしんない。来た。これ、動画的にも最高だぞ、お前。救えてるぞ、俺。これ単体で行きましょう。で、ギャングかコウモリなんで、ポイズン貼っとこう。こいつだけ得でしょ。オッケー。え、めっちゃいい。めちゃくちゃ入ってる。いや、スケラ強。これ墓石ワンチャンこっちやな。いやー、これめっちゃいい受けしてんな。俺の防衛がうまい説ある、これ。もしかして。完璧じゃない?え、完璧な受けしてない?今のところ。いや、もはやこれ単体スキラでいいんだよな。いや、ここでの墓石ね。はい、最強。はい、墓石が強い。いいね。オッケー。いや、マジ墓石あるな、これ。超強い。最高だわ。まあ、相手ワンチャンあるとしたらそんぐらいですよね。ここでもう受けまくって。オッケー。ワンチャン穴目来るから、そこだけ注意ですね。あと、やばくね?おい、墓石!はい、墓石!はい、墓石来た!はい、耳入った!オッケー!来た!オッケー!マジ強い、これ。墓石大活躍来たわ。やば。いや、最強やん、お前。よし、ラスト。気をつけばるんでね。
行きたいと思います。まあ3戦とか言っといて、1回ね、最初負けちゃって、まああれはね、ああ、カットしたいね、カットしたいんだけど、挨拶うまく使いたいから、ちょっといい感じにできたらしときます。はい。最近カットとかね、頑張ってるんでね。頑張ってる。編集ですね。編集をね、ちょっとやってるんでね。さあ、これは、うわ、やべ、変な位置出た。ちょっと待って、この位置やばいって。お前、この位置最悪やないかい。おい、全部やられてる。頼むよ。え、頼む。マジでそう。これね、あのね、まあ、目知識っていうか、プチ情報っすね。あの、小屋、あそこの位置置かれたとき、うん、これやばいね。これやばい。全部受けてから、ザップですね。いやー、ちょっとこれはきついな。やばいな。いろいろとやばいね。オッケー。そう、あの小屋ね。小屋、この位置からベビドラを出してあげれば、さっきみたいにね、タワーの攻撃食らわずに、あの、処理しに行ってくれますね。ベビドラちゃんが。いやー、こことか使うか悩むんだよな、トルネを。いやー、小屋鬱陶しいぞ、これマジで。しかも遅延だったなー、相手。めんどくさいね。これ厄介っすね。めちゃめちゃ厄介だね。一旦受けといて。いやーでもナイトとムート、これはちょっと相性取られてる、臭いね。さすがに厳しそうですね。いや、これザップ打つか悩んだんですけど、これ逆サイワンチャンぶっぱでいいんじゃね？対空だって切ってるっしょ、めっちゃ。対空をめっちゃ、アイスイズ当たれ。頼む。オッケー。これザップ打って2発入れましょう。で、あっちのナイトは、待って、墓石ガチ強いよ、お前。いい、そんなに。あー、ちょっと失敗だな、これは。なんか来る。いやー、これさー、やばいなー。いや、これ1個落としたいっすね、とりあえず。あの、どうせ、守れないんで、守ろうとしなくていいんだけど、そう、守ろうとはしなくていいんですけど、全然。とりあえず落としたいね。いや、待って、これ、タワー入っちゃうかな。いや、ワンチャンない。え、墓石！お前頑張れ！お前の仕事だ！戻ってこい、墓石。あ、いや、これ無理だ。これ諦めよう。無理だ。落とされるんで。いや、墓石一個下に置けばワンチャン守れたくさい。これもしかして。え、でもナイト切ってるんで、相手。いや、ワンチャンマジであるな。こっからの逆転全然ありますね。オッケー。それ切ったら相手。この受けが渋いはずよ。普通に。いやー、それ。いや、それが強すぎる。いや、強すぎる、マジで。いや、強え。強すぎる。何来る？ナイト？いやだよな。いや、もう墓石、お前頑張れ。頑張れ、墓石、お前。いいぞ。ナイス。よかった。これ、マジワンチャンあんな。ワンチャンあるぞ。オッケー、これさ。こいつあっち持ってってさ。うわ、意味わかんねえ、トルネしたな。なんだ今の。やばすぎでしょ。いや、墓石来た。オッケー、ナイス。オッケー。よし。いいぞ、お前。お前ガチ強い。お前ガチで強いぞ、お前は。お前いいぞ、本当にいいぞ。いや、待って、変な位置出た墓石。ちょっと待って、返して、俺の墓石。やばい。いや、相手ミスってるな、でも。ガッて、待って、相手ミスったくせにめっちゃ入ってね、なんか。
あー終わった、くっそ、え、マジかよ、なんで今俺こんな削られたん。相手ミスったはずなんだけどな。いや、これちょっときついな。いや、シンプルにバルーンがきつかったね。遅延だから。いや、さっきワンチャン守ればよかったな。いや、くっそ。ってな感じですね。まあ、1回勝ってたから。2回か、2回勝ってんのか。いや、この2戦は結構良かったね。救えたと思います。ユーノとかスパーキー系には強いね。ただこれ、いや、これきついな。うん。しゃあなしですね。これはね、バルーンデッキがきつかったね。シンプルに。ってな感じで。まあ、今日はね、墓石を救うということで。まあ、結果から言うと、まあ、50-50ですね。はい。救えたかわかんないけど、まあまあまあ、勝てなくはないって感じでしたね。ってな感じで、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、バイバイ。